はようございます。そしてお久しぶりでございます。明けましておめでとうございますか。あ、そうですね。あ、そうだ、今年もよろしくお願いします。父がですね、はい、この度定年を迎えたんですか。まだ迎えてないんですか。らしいですあれ迎えなかったっけ。65の、あ、役員定年は65。一般定年は60だけど、役員定年が65なんだっていうことらしいので。なるほど。定年ではないんですけど、還暦を迎えられましたので、そうですね、生涯最後に車を買いたいと。で、ちょっと見栄を張って、はい、メルセデス・ベンツさんに今日は。おー、はい、すごいですね。だって頑張りましたね。お疲れ様でした育ててくれてありがとう。すごいですね。で、今日は、まあ、ちょっと僕も親孝行できるかなということで、少しだけお気持ち程度加減したので一緒に車を引き取りに行くっていう。なるほど、はい、ワクワクしてるらしいです。楽しみですねずっとうなずいてるだけなんですけどでは早速、はい、行かせていただきます。はい、お願いいたします。運転中はですね、はい、株のチェックをしてるんですよ。これ車長時間です。いや、父親と、私の父親はよく頑張って私たちを育ててくれたと思ってる次第です何言ってるんだ。あ、リクさんって兄弟いらっしゃるんでしたっけ。妹だ。あ、そうなんですね。なるほど。してるじゃないんですよ、人間は。うちのね、お父さんのもんじゃはね、とっても美味しいんですけどね、はい、まあ、日本で5番目らしいですよ。ご出身関西の方のとかなんですか。バリバリ東京です。あ、そうなんですね。ここです。はい、今日はここ、メルセデス・ベンツ。うわ、すごい。もう一度来てるか、気をつけてます。すごいですね。初めて来た。手伝いでした。このお隣に置いてあるやつですか。右側の黒いのですね。黒いのですね。あ、すごっ、すごいですね。 C クラスだから普通の。でもなんかね、オプション装備つけるとね、800万ぐらいするらしい。うわ、高級車ですね。らしいね。はい、到着です。はい、ではちょっと車を実際見ていきたいと思います。改めて、本年も人力翔チャンネルよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。りょうくん、よっしー、いつもありがとう。見てくれてる皆さん、ありがとうございます。今年もよろしく。もっと面白いものを届けられるように頑張ります。そうですね。はい、もしもし。株なんですけどね、僕もちょっと投資をやってるんですけど、エントリーしたタイミングで言ったら、はい、たまにアプリがうまく起動してないとか、もうダーって人気の銘柄とかダーって集中してそのタイミングで買うわけですよ。そこでみんなで行くから、こうたまにアプリでエラーが出る。そうすると、あ、ここだけっていうところで買えなくて、結局エラーになって改造みたいな、買えなかったっていう。だけどアプリの方には注文履歴残ってるから、買っちゃうとそのまま下がっちゃうじゃんね、はい、だから損切りしてあげないと、どん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 ずる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 下がっちゃうから、株価下がっちゃうから損しちゃうんだけど、それが今とりあえず買えなかったっていうことなので、平和だよピースな状態ではあるんだけど悔しいなって。え、いつからやってるんですか。株はもう1年ぐらいやってますね。あ、そうなんですね。勉強のためっていう感じなんですか。っていうのもあるし、もともとなんか尽きることのない勉強がしたかったな、この1年でと思って、ずっと株やってて、今まで負けたことないんだけど。へー、すごいですね。難しいよね、株は。僕もまだ全然わかんないですね、何がどうなってるのかいや、でも超勉強してるのも全然わかんないし、勉強してるからってできるものじゃないから、すごい大変だと思う。ちょっとじゃあ次回それについてもいろいろ。中入りますか。Thank you.
引き渡しのやつをやってるんですけど、まあよく頑張って私たちを支えてくださったんで、僕もちょっとですね、まあ親孝行というつもりで半分ぐらい払おうかということで、まあやっぱ70過ぎて、うちの父還暦過ぎたって言ってたんですけど、70過ぎてやっぱそのもう車乗れない人も出てくるから、まあ最後なんじゃないかとかいろいろ父は思ってたみたいなんですけど、まあ最後に会社乗りたいっていうことだったんで、今新車で買おうと思ったんですけど半導体が入ってこなくて、はい、オーダーがね3ヶ月4ヶ月先増しらしいんですよ。それはちょっと嫌だって言ってて、じゃあ中古で1個下げて買っちゃえばっつって一括で買ってました。すごいですね。素晴らしいし、楽しんで安全運転に行ってるのがね、うん、いいのかなって。親孝行って分かんないもんでさ、最初はいらないって言ってたんだけど、なんか僕がアルファードをこうもうあの事業用に買ったじゃないですか、うん、でもともと僕が BM 乗ってたからっていうのもあって、まあ、最後に会社乗りたいってうちの母ちゃんを口説き落としてました。今までは国産車だったんですか？もうだからなんなら絶対レクサスを買うって言ってた。トヨタを買うんだ、レクサス買うんだ、国産じゃなきゃやだみたいな父親だったんですけどね、はい、お父さんもともと車好きだったんですか？もうずっとすごい好きです。あ、そうなんですね、うん、でも僕らを育ててる養育費なんていうの、教育費普通に、はい、養ってくれるので自分の我慢してたっていう。どうですか実際親孝行してみて。いやでもね、この年になってというかすごい喜んでて、はい、よくあんなに興奮して喜んでる姿はみんな久々だなって感じ。すごい喜んでたんですね。そうなんです。車買った時にね、まあ多分あとほら変な話、夫婦で旅行行くってあと何年行けるか分かんないじゃん、誰がどう死ぬちゃうかって分かんないし、なんかその最後にうちの母ちゃんと一緒に2人で旅行行くって言って、好きな車でっていうふうに、別にこのね C クラスさんがとっても高級車がどうかとかそういうことではなくて、もっと上お金持ちの人はいっぱいいるんだけど、彼の中ではやっぱり夢のような車を買ったっていうことで、やっぱ人生楽しんで謳歌してもらって、はい、いつかはお別れが来るのかなと、うん、僕もそれまでにできることをするっていう。あ、来たんじゃない親父が。ちょっと降りて。説明受けてますね。教習所みたいな。教習所。完璧すぎて。でも電子操作が多いから全部使いこなせるか分かんないと思う。だって自分の車でさえ分かんないもん。見て、ちゃんと手袋してる柳瀬の方が。汚しちゃいけないかってすごいね。それは知らない。でシフトレバーがこちらになります。はい、はい、ブレーキを踏んで下に下げますとドライブ、後ろのリバーサイドブレーキ使ってみますと、はい、さあ逆に上がリバーサさあシートが冷たいから、はい、何ですの薄着なんです。上着忘れちゃったんだよね。車で来るからさ上着忘れちゃった。それだけです、ね、家に、はい、でなんか忘れてんなと思ったんですけど、はい、コート忘れちゃった。はい、僕思いました、ね、スポーツモードですね。すごい秋みたいな。最初コンフォート、どうせ車らしいと思う。コンフォートっていうのが一番いいんちゃう。一番ベースの今ほとんどこれですよね、はいはい、引っ張るとリリースで押すとかかりますが、はい、基本的にドライブ入れると勝手に外れますね。なるほど、はい、今ねBluetooth の親父の繋いだらね、あいみょんの聞いて、あいみょん聞いてさん聞いてる。これを押せば好きらしい。父興奮、今回のタイトル父興奮する、サムネは父興奮するです。これが取れたの？
引っ張った。ああ、なるほどね。でも、足を、じゃあ、ちょっとお願いします。父の納車、写真撮るっていう。いや、にしてもかっこいいですね。このローレンスモデルってのはね、ここにね、ついてる、ついてないのがあるんだよね。太ってるからさ、多分ちょっとあれかもしれないね。太ってるのでこの辺ひどいかどうかちょっと分かんない。お父さん結構乗って帰るんですか？乗って帰る。そうです、引き取りだから。あ、そうか、そういうことです。まあ、後でちょっと僕らも運転させてもらおうかなと。半分は私のですので、いやでもすごくワクワクされてた。されてた、されてたよ。お、そしてまさかのライニングが入っているという。あの若々しさが出てしまいましたが、若作りしてはいないんですけどね、そういう父親なんですよ、新しいもの好きっていう。分かってね。動揺してますね。さっき完璧ですって言ってました。完璧じゃないですね。もう、うちの父親らしいな。お世話になりました。はい、ありがとうございます。お気づいて。すごい。じゃあね。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。うわー、すごいですね。じゃあね。あ、行ってしまいましたね、さん。じゃあ我々も帰りましょう。なんかいろいろね、この日のためにいっぱいね、グッと買ったんだって。すごい、すごいですね。なんか出てきましたね。これさ、これ便利よ。便利よって初めて使うのに。便利よって知ってるからのことく。ちょっとすごい下調べされてますね。そういう父親なの。はい。父が車来たってことで、ちょっとひとっ走り走らせてくると登場しています。ごめん、興奮してる。では、とりあえず寒い。もう格好間違えちゃった。どうぞどうぞ。1個だけね、気づいたことがあるんですよ。はい、父さん、年取ったね、手見ると。どんどんじいちゃんの手に。61だから。年を取ったなと。久々にあの父親の手を見たんですけど、年を取りましたね。いやでもいいですね。一人ドライブとか行かれるんですか？そうね、行くよね。へ、うん、ご飯行こうって言ってたし、毎日連絡取ってるし。あ、そうなんですね。乗り込みましたよ。今回は私がちょっとだけ試乗をさせて。あ、それも全部そこ、全部そこ。これ？これ、この操作は全部これだから。はい、まあ、ベンツって感じ。どうですか、カー。でも BM とまたちょっと違うね。おめでとうございます。おめでとうございます。ここで父親なんです。まあ、長く安全運転で。ダサス、ありがとう。あの旅館でも連れてあげてください。了解です。はい、じゃあどうもどうも。はい、じゃあ、はい、今日も一日ありがとうございました。はい、じゃあ本年もよろしくお願いします。チャオチャオチャオ。